はい、皆さん、こんにちは。今回、グレー着てます。えー、ということで、本日、日曜日でね、本日もこれ、3本目かな ?3 本目の動画なんですけども、えー、今回もね、朝一番に上げた動画、そして昼間に上げた動画、そして今回夕方なんですけど、夕方の動画とですね、着るシャツが色が全部変わっております。朝は確かね、真っ黒系だったよね。で、昼に上げたのは確かブルーを着てたと思います。ちょっと忘れましたけど、 今回はね、何色着ようかなと思ってね、やっぱりちょっとね、グレーだな。本当は黒着たいんだけど、真っ黒とは言えないから、やっぱりちょっと話としてはグレーですね、みたいな感じなんですね。なので、また着替えて今回はグレーです、みたいな感じなんですが、はい。何がグレーかというとですね、もう、えー、サムネイルに書いてあった通り、もう皆さんもよくご存知の話ですね。先週の木曜日に女性セブンが最初にね、スクープーということで出したような話。 で、えー、エーヌアご夫妻とエイチ様が、えー、熊本にプライベートな倹約旅行に行きましたよみたいな話ありましたよね。倹約旅行です。エコノミークラスで行きました。古民家を利用した民宿にね泊まりましたみたいなことでいかにも節約したみたいな記事が出ておりましたね。なおかつ帝王学をエーヌア殿下がエイチ様に教えたみたいなねおかしいでしょって。 N 名殿下、帝王学、ご自身で言ってましたよ。学ばれてないって言ってね。だって、なんで学ばれていない人がね、えー、自分の息子にそういったのことを教えられるんですかみたいなね。もう最初から矛盾点だらけですけども、まあそういったようなね、記事が先週の木曜日に出ました。で、私もその記事が出た時に、すぐに、なんか女性セブンスクープみたいよっていうことで、えー、紹介をさせてもらって、 えー、このねなんでエコノミークラスの、ね、飛行機で行って誰も見てないのなんでこう言っていったような話がそれこそ SNS 上でね話として1週間も出てこないのみたいなことをねおかしいね本当に言ったんですかみたいなことは話をさせてもらいましたけど案の定だよねっていう感じですでね、えー、それが記事が出たのが木曜日で私もこのことに関しては昨日ねちょっと話をさせてもらいましたけど で、えー、やっぱり昨日ぐらいからですね他のユーチューバーの方もしくはねブロガーの方がですねやっぱりこうやってね一生懸命おられててですねいやあの皆さん大変だなみたいな感じなんですけど、えー、ちょっとそこら辺も話しますけどね例えばさあの篠原さんね篠原丈一郎さんが昨日のニュース「ニュース丈一郎」の中でお話しされておりましたけどもどうも今回の「 4月4日から4月6日の2泊3日というね旅行というようなことが言われてますけどその直前4月1日から4月3日にかけてなんかねえっ、ー、と、えー、これ池谷和信さんと言われるこの方は国立民族学博物館のメンバーの方らしいんですけども以前からエ英宮殿下とですね関係の深いタイの大学のなんか研究者一行を伴って えー、このエイチ様だとかこのエイネミオご夫妻がたどったルートと全く同じね熊本県の五木村から宮崎県の椎、ね、葉村までなんか同じルートで視察旅行をしていたみたいなことが明らかになったようですね。ねというようなことは本当にこの4月の翌日の4月4日から6日にかけてね行ったんですかということが改めて分かってきたような話ですね。 でこういったようなことを、えー、昨日の,このニ,ュースニュース上一郎でね、えー、篠田さんがおっしゃられていて、でやっぱり昨日の、ね、動画なんですけど、あの今度は、ね、ミラモニュースさんがそれを受けてね、あのさっき言ったこの池谷和信さんとこの永宮殿下が25年来のお付き合いですよっていうようなことを、これ朝日新聞かな、えー、なんかの以前の,その記事を引用されていて、えー、説明をされてましたね。このミラモさんの、えー、実際の動画なんかもね、まあ、結構 注目の動画なんで皆さんまだご覧になっていないようであれば後でご覧になってもどうかっていう感じですね。えー、というような感じです。えー、でまあそういったようなことがあってやっぱりね昨日同じように時を同じくしてじゃありませんけども、えーまあ、私もたまにね紹介をさせてもらってるブロガーのトセトラさんですよ。えー、この方ペンネームかどうかわからないんですけど私もねよくね <laughs> あのたまになんですけどねあのメール等で連絡させてもらってるんですけどこれお名前でね朝比奈さんこのエトセトラのね朝比奈さん本当すごいよね、えー、ということで今回も非常にですね細かいところまで矛盾点をねつっついてくれてますということで今回その紹介,したい紹介をしたいなという感じですね、えー、私の方で紹介するのはあくまでもそのねブログの用紙 だけを紹介しますので、細かい内容、写真等も、ね、いろいろ貼られておりますので、ぜひこのね、トセトラさんのブログに関しては後でご覧になってくださいという感じです。URL、私のこの動画の概要欄に貼り付けておきます。はい、で、これなんですね。はい、えということでですね、今え書いてありますけども、まあ一番上に書いてある通りだよね。やっぱり怪しいでしょ、この熊本旅行、本当に行ったのみたいな話です。 で、一つずつね、話をしていきますけど、まず最初からね、もう全然矛盾、矛盾ばっかしみたいな話なんだけどね。えー、この白で書いてあるのが、この木曜日に出た女性セブンに記載されている記事の内容。で、その下に書いてある矢印と一緒に黄色で書かれているのが、今回、エトセトラジャパンさんが指摘されている矛盾点というふうな見方で、見方をしてください。でね、最初の部分。もともと記事の中では、 熊本の空港から車で約1時間ほどのこの五木村らしいんですけども、実際ね、ちょっとこれね、これもね、エトセトラさんのブログ,ブログからそのまま引用させてもらってるんですけども、この、えー、おそらくこれね、Google マップ等で、えーまあ、抽出されてると思うんですけども、普通にね、車で走ると、 えー、熊本空港から五木村まで最低でも1時間半かかるようです。で、ルートによっては1時間50分ぐらいかかるようなんですね。なので、この記事に書いてある通り、本当に1時間でね、えー、着いたということにな,れなったらですね、どんだけスピード違反してるのみたいなね、感じですね。ということ。まず矛盾点第1位じゃありませんけど、そんなことがあったとかね。あとはさっき言ったように、この飛行機はエコノミークラスで行きましたよ。倹約旅行ですよ。みたいなことを言ってますけども、これ本当にね、 言ったんでですかということの中でだってね普通にさエコノミークラスでねこのええ、まあ、H 様と H 様と ANMEA ご夫妻なおかつお月のね SP の方、まあ、何人いるか知らないけど一緒に乗ったとしてもねえ実際に周りにはいっぱいの普通のね え、方がいらっしゃるわけですよ。一般の人たちがね。で、その一般の人たち気がつかないわけないよね。そんな SP みたいなのがさ、どんな SP の人か知りませんけど、そんな人がね、うよいうよい,よいてね、普通に行ったらね、なんか雰囲気おかしいわねって気がつきますよね。なおかつ乗ってたのはさ、江戸 <laughs> 宮ご夫妻と栄、AH、一様、知らないわけねえだろう、みたいな感じでね。みんな、今の時代ね、スマホいっぱい持ってるわけですよ。すぐ写真撮られるでしょ。普通写真撮ればね、それこそね、その中にはね、あの、 ね、ツイッターをやられてる方とかね、すぐツイッターで流れるよねっていう感じなんだけど、全然流れてないよね。というようなことを考えてもですね、おかしいだろっていう感じです。で、一週間ぐらい経って、いきなり女性セブンでスクープみたいに出てるんですよ。はぁおかしいねっていう感じですよね。まあそういったのは矛盾もあると。で、万が一ですけども、 まあこれはね、あの、あくまでも、エ戸セトラさんの、えー、この想像ではあると思うんですけど、例えばですが、ATR42 っていうなんか飛行機がね、あるらしいんだけど、これ48席ぐらいあるエコノミー席をね、チャーターしたんじゃないのみたいなね、ことですけども、これもしね、エトセトラさんの想像じゃないですけど、これ瓶をチャーターしたなんていうことになったら、はっきり言ってさ、いくらかかるのみたいな話ですよね。というのも、 この記事最初からねエコノミークラス使った民宿で泊まってますよってことで倹約してますよいいでしょうみたいな形でえアピールを狙ったような記事じゃないですかにもかかわらずこれ本当はチャーター便だったっていうようなことがね本当はあからさまになったらねとんでもないよねなんちゅう税金の無駄遣いしてるんだみたいな話になるからねまあちょっとこれはね真偽は定かではありませんけどっていう話ですねで、あとはね3つ目の話としては えどうもですねこのエーネミア国際とエイシ様に関しては五木村でしょ地元食材をふんだんに使われたランチを召し上がりになられてその後歴史文化会館を見学されたっていうことが記事で書いてあるんですけどもただこの名称が違うよとかね実際のこのね名称は歴史文化会館じゃなくて五木村歴史文化交流館ヒストリアテラス五木谷というのが正式名称らしいです。 はい矛盾点3つ目みたいなねあとはい矛盾点4つ目その下にもありますけどこれも記載が違いますよっていうことでその五木村のね、えー、なんか古民家の中に置かれた写真などの資料を一枚一枚特にエ様に関しては丁寧にご覧になっていたお姿が印象的でしたみたいなことが記事には書かれておりますところがどっこいですねこれも名称が違って実際古民家じゃなくて、えー、正式にはですね どうも、小森歌公園の茅葺、えー、き民家というふうに呼ばれているらしいです。単なる古民家じゃないっていう話ですけどね。はい、矛盾点4つ目 <laughs> みたいなことで、いくらでも出てくるねっていうことですね。なおかつ、記事の中ではね、なんか一枚一枚、いかにも写真だけを見ていたかのごとくの、えー、記事の内容になってるんですけど、実はね、えー、ここは写真なんかほとんどないみたいよってことで、実際に展示されてるのは、 それこそ農器具だとかね道具だとかそういったようなね例えば彫刻のコンクールの入賞作品だとかそういったものが展示されているのであってでもしそういったものばっかし展示されていてまあ多少なりとも写真はあるのかもしれませんけどだったら目立つのはどっちなんですか写真なんか目立たないよねそれこそさ一枚一枚の写真を H 様が見ていたっていうような記事じゃなくて こうういったような、ねえー、農耕農機具でこんなものありましたよねそういったものに関してこうだったっていうような印象が普通であれば書かれるでしょ記事の中に全然違うよねって感じですよねはい矛盾点これい,ついくつもすでに5つぐらい出てるよねっていう感じですねあとはねこの後半に書いてある部分で例のね五木村にまつわるようなこのね太鼓祭り太鼓踊りの話ですけども これもね、記事の中に書いてあって、あっ私もねこの記事が出た時にちょっと指摘させてもらいましたけど、えー、このエ A ミア殿下とエイ子様が急に来られるっていうことでそれを察知してねその前日じゃないけどいきなり用意をしてでなおかつなんか練習をしてねで望まれたみたいなことが書いてあるんですけどあのこれでもねトセトラさんいろいろお調べになってですね従来であればこの太鼓踊りってね 例年5月とまああの100歩譲ってですねエネミア殿下と H 様が来られるというようなことで急遽やったのかもしれませんけども、えー、実際は五木村のウェブサイトのね公式のウェブサイト上でも5月と11月というようなことが明確に明記されているということで実際はその正式なね えー、太鼓祭りの時期じゃないにもかかわらず、この住民の人たちを引っ張り出してきて、なおかつ練習させている。これ迷惑でしょっていう話ですね。本当にやってたならねえ。っていうことですね。はい、もう矛盾っていくつも忘れ、忘れました。もう数が多,多すぎて忘れました。ということで、なおかつこの太鼓祭りに、まあ、踊りに関しては、そんなね、 簡単にちょこっと練習したからって言って本番に臨めるような代物じゃないらしいんですよ。なおかつこれね、孔子殿下と孔子殿下のご夫妻と、えー、そのね、実際後位継承権の持っているね、栄一様秘伝殿下がね、これは神王殿下が来られるってことがあれば、当然ね、えー、もうね、もう真剣にやらざるを得ないよねっていう中で、 もうこの太鼓踊りってそんな簡単に匂いができるものじゃないらしいですよ。その衣装にしてもそうですね。というようなことも、えー、エッドセト・エッドセトラさんは指摘されております。という話ですよね。だからこういったことを考えると本当にね、こんな住民の人たちにもういきなり練習させて迷惑をかけて本当にやらせたんですかということに関しても非常に疑問が残るということですね。で、あとね、結構ね、一番最後の話が。 どちらかというと今回もねちょっとこの部分に関しては想像的な話でもあるんですけど気になるなっていう話です。でこの記事の中ではねこの五木村からなおかつですね限界集落じゃありませんけども非常に人里離れたような実は90歳代の女性がお住みになっているようなところを訪問されたと。でこの90歳の女性の方がエ永宮殿下が以前から 実際に <laughs> まあご興味が、ね、あると言われている焼き畑農業に関して非常に、ね、著名な方だということで記事の中には書いてあります。でね、その方、これもですね、これはあくまでもどちらかというと、江、え、戸、ー、セトラさんのためにも言っておきますが、これ想像的な話だと思うんですけどもね、いろいろググられていて、多分ねこの方だと思うんですけど、この,この方はですねどうも91歳の女性の方で、 どうも2021年にテレビ東京でなんか特別番組に出演をされているようなね、非常に著名な方らしいです。で、お名前まで出てるんですが、これお名前何て言うんでしょうね。これ竹本菊江さんっていうのかな奥本さんっていうのかなまあ、ちょっとね、えー、間違ってたらごめんなさいなんですが、まあ一応、えー、私のこの話では竹本さんと言っておきます。間違ってたらごめんなさいなんですがね。えー、この竹本さんと言われる方、 がまあ、その方らしいんですけども、ただ、この方よりも、どちらかというと、えー、こういったような、このね、竹本さんを取材されているような、どうもカメラマンの方がいらっしゃるようなんですね。その方がどうも、寺島さんと言われる方で、この方と、永宮殿下のご関係がどうなんですかっていうことを、エトセトラさん言われてます。でですね、えー、この寺本さんという方なんですけども、今言ったように、 この写真を撮られているような方なんですが、この方、どうもね、2009年に開かれた、この外務省の定期協議会といわれるね、アジアの開発銀行、福岡 NGO のフォーラムのメンバーだった方で、どうもそのフォーラムというのが、はい、出ましたよということで、メコン側委員会の役割みたいなね、そういったようなフォーラムだったらしいんですよ。 出ましたねメコン川。メコン川といったらですね、タイとかラオス,オスになるわけですよ。タイとラオスの間をね、流れているような川ですのでね、もうメコン川といったら間違いないわけです。で、こういったようなことも考えると、この寺島さんといわれるね、カメラマンの方と、このエール宮殿下、以前から、えーね、実際には、は、お知り合いだったんじゃないんですかというようなことが想像できるといったようなね、そういったようなことも言われております。 でもしそういったようなことであれば、えー、こういった、ね、寺島さんじゃありませんけれどもこういったようなところから情報が出てこのね4月4日から6日に2泊3日でエネミアご夫妻とエイチ様はね熊本涼子行,行ってるって話なんだけど本当は行ってるんですか勝手に書かせたんじゃないのみたいなこともうんっていうふうに思われるわけです。 まあね、あの、ちょっと冒頭お話ししましたように、今,日今回グレー着てるでしょ真っ黒じゃないわけですよ。要はね、あの、さっき言ったように、その篠原さんのお話だとか、 えー、あとはそのね、南ニュースさんのお話、そしてね、今回のこのエトセトラさんのお話に関しても、まあ、あのかなりやっぱりね、想像の部分っていうのは当然あると思うんですね。なので当然真っ黒を着るわけにいかないので、グレー着てるんですけども、かなり、私のこれは想像ですけども、かなりグレーに近いんじゃないかな。あ、かなり黒い、黒に近いんじゃないかなっていう気がしますよね。要は行ってねえだろ、みたいな感じを私は思ってなりませんということなんですね。じゃなかったらさ、じゃなかったらね、 絶対さ、エコノミークラスの飛行機に乗ってたら空港だって飛行機の中だって写真バチバチ撮るような人がいるでしょ。ね。絶対にツイッター上でね、写真が流出しててもおかしくないよね。でも1週間ぐらい何にも話が出てなかったっていう話です。というようなことですよね。本当おかしいってことだよね。はい、えー。というようなことでですね、今回ね、あのー、 まあ私はね、大して調べておりません。今回に関してはね、まあ、女性セブンの記事に関しては、あの紹介させてもらいましたけども、まあ、他の YouTube の方、そしてね、ブロガーの方、一生懸命こうやって掘られてますっていう中でね、いやーなんかね、やっぱりグレーだよ、全く黒に近いグレーだよってことで、ほんとね、これ熊本行っていいんですかって話だよね。で、例のね、 あの熊本旅行以外でもね、以前のその、えー、その小笠原諸島の、ね、旅行に関しても、これもエトセトラさんがね、最初に暴露しておりましたけども、で、何だっけ、グリーンフラッシュか。グリーンフラッシュだとかね、ブルーフラッシュなんかの話ありましたよね。実際はそのブルーフラッシュの非常にね、貴重な、それこそ1秒ぐらいのね、えー、貴重な、えー、その場面だったのが、実際の 例の北九州市文学館の H さんの作文の内容によるとグリーンフラッシュを見れて素晴らしかったみたいなね公然とグリーンフラッシュっていうような表現になってるみたいなねあれも怪しいって話がありましたけどあれに引き続いて今回の熊本旅行も非常に怪しいみたいな感じなんですよねというようなことでしたはい、えー、今回に関してもね皆さんどのように思われますでしょうかねあとねちょっとねあえてもう話としてはここまで熊本旅行に話 ここの件に関してはここまででなんですけどあえてねちょっとねこの動画を通して、ね、もう一点ちょっと、ね、言いたいなと思ったのは今回もまたね英ヌ宮殿下とまたタイのお話が出てきたよねっていう感じなんですよね。でね私ねほんと正直なところに行って皆さんにお伝えしておきたいんですけどもうこのね英ヌ宮殿下のとねこのタイの国との関係が出てくるたびにもうね気持ちとしては嫌なんだよね。はっきり言って。 っていうのはね、私もね、えー、もうバンコク長いですっていう中で、以前もね、まあ、去年までは実際に他のね、会社等で働いていたようなこともあるしね、実際ここで働いて収益を得ていたようなこともあるし、なおかつで、ねえー、実際に居住させてもらってからもう随分経つな、みたいなことが経ってね、なおかつ私、タイの友人も結構いて,てですね、みんな私の付き合いをさせてもらってるタイの友人の方ってね、家族、それこそ家族ぐるみで付き合いをさせてもらってるような人もいてね、 まあ、タイは微笑みの国,国というふうに言われるくらいに非常にね性格的にもお優しいタイ人の人って非常に多いんですよ。まあそれはねやっぱりタイもやっぱり6り六千万人7千万人いますから人によっては変な人もいるんですけどもでも大外の人ってね私が知ってるようなタイ人の人ってね性格的には非常に優しい人多いよね。えー、これはどちらかとと、いうと日本 日本人とね、性格的には非常にちょっと近いかなっていうようなタイ人の人が多いんですよ。故に私、このタイという国は好きだし、タイ人の人たちも好きだしね。というような観点において、にもかかわらずね、このね、英宮殿下とこのタイとの関わりっていう話が出てくるとね、なんか嫌なんだよね。なんかタイの国自体が、それこそタイの国民が、なんか癒しめられ,られてるようなね、なんかね、嫌に思われてるみたいなね、そんな感じになってきちゃうんで、 タイの国民だって嫌だと思いますよ。はっきり言ってね。私はそれ以上にね、こんな YouTube も配信してる人間としてね、このね、タイの国の関係とエ A 組や殿下、もしくは経費ンカの話が出てくると、本当なんか嫌なんだよね。で、私も先日というかね、先月ちょっと日本にね、一時刻した時も、これ確かシノ原さんとコラボをやらさせてもらった時の、これ確かメンバーシップの動画かなんかのね、確か撮ってもらったと思うんですけど、 あの話としてしましたけどねいろんな噂入ってくるんですよタイに長くいるとね私が聞いたようなところだとタイのね運転手のタクシーのね運転手の友人の友人から聞いた話でね「永宮殿下御用達のお店じゃありませんけども知ってますよお店の名前どこにどこにあるお店かも知ってますまあ要はねタイ人の女性となんかねちんちんかもかもじゃありませんけどそういったようなねところをするお店なんですよ。 でそこがなんか江ノ宮殿下の御用達のお店っていうようなこともねあくまで噂よ噂ですけども知っとりますさすがにそのお店の名前だけは今回言いませんけどねまあそういったようなね、えー、ことがもうこうやってつぶさに情報として入ってくるわけですよねタイまで来てねバンコクまで来て一体この人何やってるのみたいなね話まで入ってくるわけだよね だそういったような話が出てくるたびにね、なんか私自身ね、私はタイ人じゃないよ。あくまでもね、日本人ですけども、このタイという国、どちらかというと第二の故郷的なね、そういったもう感じになってきてるんで嫌なんですよね。はっきり言ってね、タイのこの国自体が怪我されるような気がしてね、という気がします。というような感じなんだよね。まあそれは私の感情論だからどうでもいいんですけども、まあそんなようなことも感じてる最近でありますと。 というようなことにもかかわらず、今回もまたタイの話が出てきたな、みたいなことですね。で、この話に関しては、えなんか篠原さんね、今日の、えー、夜、いつも日曜日っていうと定例のライブやられますよね。その時に、また、 深掘りりしししたた内容をねおお話しするってていうことも言われておりました <laughs> ちょっと私もね、LINE なんかで連絡してさせてもらってて、そういったのことを言われてて、もう多分ね、案内かなんか出てると思うんですけども、だから今夜のね、その篠原さんの定例ライブを皆さんね、私も注目しますけど、皆さん大注目だよっていうようなことでね、一緒に見ましょうねみたいな感じです。はいえ、今回もね、ありがとうございました。それではね、皆さんまたバイバイ。